皆さんこんにちは、まなみです。今回は E320CDI ベンツのオイル交換をしたいと思います。オイル交換は下回りの確認も兼ねて下抜きで行います。フロントを下駄に乗せて、下が砂利なのでね、敷物を敷いて潜ります。車の下に潜るのでエンジンの下のジャッキャップポイントにジャッキをかけて、サイドシルのジャッキャップポイントに馬をかけます。ジャッキアップポイントの場所はフロントバンパー修理の動画で見れますので、ぜひそちらも見てみてください。無事に馬をかけたら車の下に潜ってカバーを外します。エンジンカバーがあるのでネジを外して外します。で、下に潜ってエンジンを下から見た時の第一声が、これだね、これがなんだっけ、ドレンボルトボトル、ドレンボルト、ってことですね。油がちょっとあれだね、どう漏れてるのか気になるけど、なんか下から見たら車体左側のエンジン脇のゴムパイプを伝って油の滴が垂れてるんですよ。垂れてるね。どうだろう、これは全然大丈夫だな。おいおい調べるとして、とりあえず交換していくか。ということでオイル交換をしていきます。オイル受けとドレンボルトを外す工具を用意して、ボルトを緩めてオイルを抜きます。ちなみに動画ではあらかじめボルトは緩めていますので簡単に外れています。ボルトをドレンパに押さえつけながらゆっくりと回していき、ボルトが外れたら一気に手前に引き抜きます。一度最後まで手で締めたのですが、ボルトがドレンパンについた時にゴミを噛み込んだ手応えがあったので、一度外してボルトを新たに拭き直しました。ドレンパン側も掃除して再度ドレンボルトを付け直します。今度は大丈夫でした。続いて工具でドレンボルトを本締めします。しっかりと確認して締めることができました。続いてドレンパンの下側の油を拭きます。まあここはカバーがあるのですが、綺麗な方がねやっぱり気分がいいので拭いておきます。拭き終わったら抜いたオイルを車体の下から引き出します。オイルは8リッター近くあってオイル液がいっぱいなので慎重に引き抜きます。まあ動画を見てもらえばわかると思うのですが、本当にねオイル液いっぱいいっぱいなの でおまけに下が砂利なので下手に抜くとこぼしちゃいます。なので慎重にゆっくりと車体の下から引き抜いていきました。なんとかねこぼさずに引き抜けてよかったです。続いてパーツクリーナーでエンジン脇のゴムパイプ、まあこれをね綺麗にして原因を探ってみます。垂れていそうなところとか漏れていそうなところ、そういうところを確認しながらパーツクリーナーを拭いていきました。ゴムホースの垂れだったのでホースの付け根らへん、こんなところね重点的に見たんですけども、目視では確認することができませんでした。
最後にもう一度ドレンボルトの締め込みを確認して下回りの作業を終了としました。それではオイルを入れていきましょう。今回使用するオイルはバルボリンの 5W40 の 100% 化学合成オイルで、ベンツの認証に合格しているものです。この車はディーゼルで DPF 付きのために、従来のオイルを使用すると DPF が詰まってしまいます。これを回避するためには DPF 付きディーゼルに対応した低硫黄、低灰、低灰、まああと低輪仕様のオイルが必要です。で、まあせっかくならベンツ社に認証を受けたものがいいと思ってネットで探しました。多分間違ってない、大丈夫だと思います。オイルの認証ナンバーはオイルフィラーキャップの上にシールで貼ってありますので、そこで番号を確認できます。で、オイルの量は約8リットルとちょっと多めなんですけども、まあね、ディーゼルエンジンということである程度は仕方ないことなんだと思います。そしたらまず最初にとりあえず半分の4リットルを目安に補充していきます。オイルジョッキに4リットル入れたらエンジンに入れます。オイルフィラーキャップはエンジンオイルを抜くときに開けてありますので、そこに上蓋を挿してオイルを周りにこぼさないように入れます。で、残りの4リットルを入れるのですが、今回は添加剤を入れようと思います。で、何の添加剤と思うかもしれませんが、まあね、相当昔に買ったマイクロフロンとマイクロセラという粉末の添加剤です。昔 HCR322 に乗っていた頃に使っていたもので、ジムカーナやサーキット走行など相当エンジンを回しても何ともなかったのですが、エンジンを開けてコンロッドのメタルを見たら一部かさぶたのような部分があったんですよ。でもそんな状態でもエンジンに特に不具合があったってことはなかったんです。で、倉庫整理をしていたらこの2つが出てきたので、昔のそんな経験を思い出して添加することにしました。マイクロフロンはミクロ粒子のテフロン粉末がオイルと混ざり作用する固体潤滑剤です。一方のマイクロセラはミクロン仕様のセラミック粉末がエンジン内部などの摩擦面にあるミクロな、へこみ部、ボコ部にセラミックが埋まって表面を超滑らかにして摩擦を減らすものらしいです。まあ、詳しくはねググってみてください。ちなみに効果は動画の最後の方でお話ししますね。で、この添加剤を乳鉢ですりながらオイルと混ぜていきます。またマイクロフロー、これはここだ、オイル1リットルにつき小さじ1杯、8リットルだから8杯か。続いてこれね、マイクロセラ、これは1リットルにつき小さじ2杯、だから結局16杯。規定量の粉を乳鉢に入れたらオイルと混ぜていきます。粉なのでどうしても簡単には混ざらないので、少量のオイルでペースト状にしてからオイルで伸ばしてエンジンに入れます。もったいない。
このくらいまで伸ばしたらいいと思います。そしたら上部を使ってエンジン内に入れます。特に難しいことはないですけども、まあこぼさないように気をつけて入れました。手袋をして滑るんですよね。ちょっと気をつけて入れていきます。で、全部入れたんですけども、まだ器の壁面にオイルと添加剤が残ってるんですよね。もったいないので、それも器にエンジンオイルを足して、残っている添加剤をエンジンオイルと混ぜて再度エンジンの中に投入していきます。エンジンオイルを入れたらね、またすり鉢で擦って添加剤をオイルと混ぜていきます。何度か繰り返したら最後に残りのエンジンオイルをすべて投入します。投入し終わったらエンジンオイルの交換は終了となります。あとはオイルフィラーキャップを閉めて、エンジンをしばらくかけた後にオイル量を確認します。逆だねこれね。約17分エンジンをアイドリングしました。このアイドリング中にエンジンのアンダーカバーを取り付けました。最後にエンジンオイルが規定量入っているか、オイルレベルゲージで確認するために車を馬から下ろして水平にします。ジャッキで車を上げたら、左右の馬を外してゆっくりとジャッキを緩めて車を下ろしていきます。無事に車が降りました。そしたら車を下駄から下ろしていきます。エンジンに向かって右奥にある小さい赤いキャップみたいなものがオイルレベルゲージです。これを引き抜いてオイル量を確認します。1回目はレベルゲージ全体にオイルが付着しているので、一度拭いて戻します。その後もう一度引き抜いてゲージの濡れ具合で量を確認します。このくらいだね。範囲内に入っているので良いと思います。これにて終了かな。最後にエンジンカバーをつけたらオイル交換は終了となります。で、さっき下に潜って見つけたオイル漏れですが、実はこの車何度かオイル交換したんですけど、今回は買いませんでしたが、前回はオイルフィルターを交換しています。エンジンに向かって右手前にオイルフィルターがあるのですが、これを交換するときに漏れたオイルがゴムホースを伝っていったんだと思います。次に添加剤ですが、燃費はほんの少し良くなった気がしますが、それ以上にゼロ発進から全開くれた時に、以前はタービンあたりからカラカラ音が出ることがほとんどだったんですけども、交換後はたまにカラッって聞こえるような、そんな頻度に減少しました。この音は結構気になっていたので、予想しなかった結果が出たのでとっても嬉しいです。で、この後この車でユーザー車検に行ったので、その様子を後でね動画にしようと思います。このチャンネルは DIY できそうなものがあったら何でも挑戦していくことを元にしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたねー。